権隆帝の知性下の聖愛旗八期は、新代に支配階層である、満州人が所属した、社会組織、軍事組織のことである。また、この制度を指して八期制と呼ぶ。八期は、旗と呼ばれる社会、軍事集団からなり、すべての満州人は八個の旗のいずれかに配属された。あとには、 モンゴル人や漢人によって編成された八旗も創設される。八旗に所属する満州人、モンゴル人、漢人は騎人と総称され、真の支配階層を構成した。皇帝の狩りに随行する兵士たち八旗の雛なわ兵は、八旗は真の子祖であるヌルハチが、満州人の前身である女神を統一する過程で、女神固有の社会組織を旗と呼ばれる。 軍事集団として、編成、掌握したことに始まる。1601年に、ヌルハチがこの制度を創始した当初は、木、白、くれない、愛の四旗であったが、ヌルハチの統一事業の進展によって、基人の数が増えたため、各色に縁取り、情と読むのある四旗が加えられ、1615年には、正規、木、正治色、次郎。クブヘ三次案。 クブヘサニアン、セイクレナイ、クレナイ、セイアイ、アイの八期が整備された。八期は、当初、ヌルハチが支配するアトキンに属するすべての軍民が所属する軍事組織であったので、同じか以外にもモンゴル人や漢人でアトキンに、服属した軍人も八期に編入されることになった。ヌルハチの後継者、本体児の時代には、 清志に服属して八旗に編入された、モンゴル人や漢人が次第に増えてきたため、彼らを新たに、猛虎八旗を呼び、漢軍八旗に編成した。これにより従来の満州人の八旗は、これと区別するため、満州八旗と呼ばれるようになる。八旗に属する、騎人たちは、平時は、農耕、狩猟に従事しつつ、幼稚の警備や兵役に当たった。 幼稚の警備のために、特定の場所に、集団で移住させられた八木を厨房八木という。また、清が入り換して、万里の頂上以南の全中国を支配するようになると、数多くの貴人が、新たに首都となった北京へと移住させられ、北京の内情は、貴人の町になった。こうした北京に住まう八木を、金寮八木という。貴人には、 二十歳と呼ばれる農地が支給されるなど、様々に優遇された。また、貴人は、真の完成の特色である、満漢偶数完成によって、非支配民族である、漢人とは別枠で同数のポストに就くことができ、相対的に人口が少ない貴人は、新朝一代を通じて、官僚の地位を接収した。しかし、貴人の人口が増大するとと,ともに、 支給される土地の窮防や貧困が慢性化した。特に貴人の中核を占める満州人は満州語や民族文化を失って武芸を衰えさせた。18世紀末に起こった白蓮京都の乱以降各地で反乱が多発し国庫が急防して軍事訓練を行う余裕が失われたことや人口増加に伴ってかつて記者訓練などを行っていたモンゴル高原の 南端まで河北の農民が入植して演習場が失われていったことなども挙げられる。こうして、新末までに八期生は形外化した。貴人は、新朝の中期以降、言語的にはほとんど漢族と一体化しており、名前も漢語で付けられるようになっていたが、中華民国期以降は、生も漢人と同じように、漢字一字の生を名乗るようになり、 ほとんど漢族に埋没していった。しかしその後も多くの貴人の末裔の中では満州人の光栄であるという意識は残ることになった。中華人民共和国は満州人を満族として公式に少数民族の一つに認めたが、旧支配者の満州人であると登録する者は一万人に満たなかった。文化大革命中は、 旧特権層の公営というだけで、迫害の理由となったが、文革集結後は、少数民族優遇措置によるメリットの方が大きくなり、現在は満足を民族籍とするかつての貴人の公営は1000万人にも上る。八規制による基本的な編成形態は、有事の際に兵士となる青年男子300人を教室し得る集団を、ニルとし、ゴニルをジャランとし、 格草は、それぞれ固有の旗を持って識別されたので、草のことを漢語では、旗と呼ぶようになった。なお、満州語で、旗、大器、または旗印自体は、軍差ではなく、鶴ん、正気は、切るである。新たに、満州という民族名で呼ばれるようになった、女なおとは、 皆8個のグサのうちいずれかの旗に所属させられたので、8機は軍事組織であると同時に、社会組織、行政組織であった。核にいるには、二類ジャンギン、核ジャランには、ジャラニジャンギン、そして核グサには、グサイエジェンが、司令官として認じられ、グサイエジェンの下には、副司令官として2人の命令ジャンギンが任命され、統括された。核グサにはさらにその上に、 新朝の皇族である、愛新家暮らしの旗王が置かれ、具彩ベーレ、省略して、ベーレと呼ばれた。皇帝自身は、正騎旗、騎旗、正白旗三騎の王で、八騎による、社会組織は、皇帝の領する三騎と将王の領する、その他の五騎による、部族連合国家という側面もある。下五騎の各旗の旗王は一人ではなく複数人、おり、 その中では、爵位をもとに序列が存在し、最も爵位の高い旗王が、旗全体を代表していた。各旗の内部は、満州、猛虎、寒群草と土木で火星を担う、下級貴人の防衛に分かれる。各旗王には、それぞれの霊下に、満州、猛虎、漢群にいると防衛にいるが与えられた。編成上は、満州、猛虎、漢群は、 同期の同種不が集まって八期、満州、八期、猛虎、八期官軍を構成する。これに対し防衛は各旗王に直属し、上三期の場合は皇帝の内務府、下五期の場合は各旗王の王府を構成した。八期の構造はもともと、満州人に存在した部族における族長と、 構成員の主従関係である主と大臣と民、家における、主僕の関係である主と土木の関係をそのまま発展させたものである。八期間はかつては、家臣、領民を従えて割拠していた大将の領主であり、それが八期制のもとに、所領は、にるという形に、領主という地位は、ジャンギン職という形に置き換えられて、再編成されたものであり、 両種の連合という側面も有していた。八期は、実際には、万、もう、肝心に限っていたわけではなく、ニルに編成され、いずれかの旗に属するという基準さえ、満たせば、あらゆる基準者が編入された。八期満州にも、エベンキ、オロチョン、ダウール等の満州人以外の北方民族が、編入されたほか、 モンゴル人や朝鮮人のニールも存在し、ロシア人捕虜や亡命ベトナム人、チュルク系ムスリム、現在のウイグル人。開始作業、チベット人のニールも編成され8期満州や8機関軍に配属された。また、ヌルハチ時代に侵入したモンゴル人や漢人は8期満州に配属されたままの場合もあった。防衛は戦争捕虜や拉致。 困窮による身売りにより満州人の元に連れて来られ、仕えた、漢人、高来、朝鮮人が元になっており、主人が狩猟、交易、戦争を担うのに対し、火星、農業、牧畜を担い、どちらが欠けても生活が成立し得ない関係であった。ため、上下関係は、身分の差は厳格であるが親密なものであった。貴人の忠誠はあくまで直属の旗王に向けられる。 ものであり、皇帝直属の上三期以外の基人の皇帝に対する忠誠は、主人である旗王が忠誠を誓っているという間接的なものである。そのため、後期定時の後継者争いのように、派閥争いの危険性を内包していた。また貴人が官僚として各地に配属された時も、密かにその土地で得た利益や情報を主人である。 旗た王に上納することも多く行われている。侵入した、モンゴル諸勢力も八期制をもとにした、明期制度のもとに再編成され、その長とされたモンゴル王公である、ジャサクは釈位を与えられ、旗た王と同格とされた。新初期に、舞台ごと投稿した、民の武将公うとく、公中秋、名を書きの集団も、八期と同形式の組織に再編された上で、 天遊兵、天女兵という独立した軍団として従属し、彼らは三巡王と呼ばれ、旗王と同格に扱われた。後に、五三系が加わって、アナウトが戦死して脱藩し、三藩となったが、三藩の乱後はこれらの肝心軍団は解体され八、機関軍に編入された。木畑星木畑星、白畑正し後期、白畑後期戦愛畑愛期、 金良八騎は、清氏が、頂上以南にいる、関した後、首都となった北京を警備するために、北京城に移住させた八騎のことで、新朝皇帝のこの衛兵である。順次帝時代、金良八騎には、行期へ、前方衛、森軍衛、不評衛が設けられ、各々の,の行期、前方、森軍、新軍及び不評を統括した。その後、下期へ、 県 AA 英英、ナイフ三期森軍 A、前方 A、行儀 A、延命園、八幡守軍 A、三期トライアリエ等も設置された。前方、森軍、行儀、新軍、不評は、八期車両の下から選抜され、人数は、時代によって変化している。県立帝時代、行儀三万四千森軍一万五千前方千七百0保軍二万千0新軍千七百 県営兵2000、下営、兵6000、トラヤリ営、兵600、及び、藤パイ兵等、契約9万人がいた。この外、領事営府が設置され、領事営内大臣6人、内大臣6人が置かれ、上3機の1等、2等、3等満州蒙古自衛570人、愛自衛90人、四等町守る、午前自衛、関西門自衛、漢自衛若干 1千八百人余りを管轄した。資金城の警備に関しては、両自衛府の責任が最も重く、地位も最高で、宮殿の宿営と巡航等の所持を総括した。資金城内の各門、各宮殿には、両自衛内大臣が、自衛、新軍、上三期、内府三期前方、森軍、行機宿営を派遣した。資金城外の周囲は、 下五木森軍が主衛した。四金城外から工場以内は、満州八期歩軍が主衛し、工場外から大城以内は、満州、猛虎、官軍八期歩軍が主衛した。大城外は、五城巡歩衛からの一万能力衛兵が、主衛、巡羅した。甲州の中防機兵中防八期は、真の入り石後、各地の半身運動を鎮圧し、 統制を強化するために派遣された八木である。厨房八木は、北すく厨房、東三世厨房、各省厨房、新京厨房の4系統に分けることができる。北すく厨房は、直霊厨房とも称され、県立抵抗期、吉里、昌平、水平、補定等25箇所に8000人が駐屯した。東三世厨房は、西京、吉林、 国流高厨房に分かれる。聖教厨房は、聖教将軍が統括し、聖教、両用、貝原等40カ所に1万6千人が駐屯した。吉林厨房は、吉林将軍が統括し、兵力は9千人だった。国流高厨房の8騎兵とソロン族兵7千人は、国流高将軍が統括した。各将厨房は、三島三世、カナン、 チャンス、石膏、四川、福建、関東、湖北、先生、関宿等十一省の二十都市に駐屯し、県立抵抗期、計四万五千人に達した。各省厨房は、各都市に設けられた将軍または副都等が管轄し、各省厨房の兵数は三百から三千人、程度だった。新京厨房は、西域兵とも称され、 ジュンガルブ、ウイグル部の征服後に設置された。兵数は1万5千人で、入り将軍が統括した。ありがとうございます。